対ですよ。チレッタイ安全地帯。二つ目はね、シグナル。シグナル。二十歳の巡り合いってわかるでしょ。シグナルの黄昏の嵐という曲でした。バンドでやるとかっこいい曲だからね。フォークの伝道師のライブとなると二十歳の巡り合いじゃないのかな。勉強になるね。皆さん、トイレ行きましたか？そういえば僕は行ってない。どうしよう。ビビったね。じゃあ、最後は。最後につまみ。裏着も着てきたので暑いんだよ。もう本当これ一枚になりました。すごい。ちょっと回をしよう意識。いや、ちょっと待って、全然一曲目違うけど。一生涯までしたって。そして、まあ、山ちゃんはともかく。コウシ君のあの献身、置き時計の献身教育。なんで本人が来てないんって思いながら。そういうステージを 何回もしてるんで、これを着てやってるステージが多いんで。ああ、なる。最近ね。この音が、そうですね。あんまりやったことのない2曲続けて MC 入れずに続けてやってみるって今画策しております。今行くでしょうか。あれ2曲目はカウントないのか。はい、ありがとうございます。そして1曲目、僕のイメージにあんまりないかもしれない。それでは2曲続けて、バンド編成、サディスティックルカバンドです。マリーと山ちゃんベース、ドラム講師くん。あんまりこう歌の感想の間にやるっていうのはね、まあいつかやってみたいんだけど。ちょっと待って。また。歌だけですね。ド派手にね。行くの。ついに。